フェリペ・ペドレル・サバテーは、カタルーニャ出身のスペインの作曲家、音楽学者、音楽理論家。カタルーニャ語の本名は、フェリップ・ペドレイ・サバテー。音楽教師として名高く、イサーク・アルベニスを啓発し、エンリケ・グラナドスやマヌエル・デ・ファリアといった、スペイン人作曲家を育て上げたことから、スペイン国民学派の父とも呼ばれる。その他の重要な門人に、ロベルト・ジェラールがいる。 ローマに留学中に、同地の古文書館に修正されたスペイン音楽の意外な伝統を知るようになる。ペドレルの関心は、軽い声楽曲においても、また歴史的な芸術音楽の形成においても、スペインの国民様式を確立することであった。ペドレルの音楽学研究の成果は、トマス・ルイス・デ・ヴィクトリア作品全集の刊行である。1873年に、 バルセロナ円形劇場の監督に就任。1894年に高校教諭としてマドリッドに赴任。この頃はアンドレス・セゴビアやエミリオ・プジョルのような有名な音楽家と接触を取っていた。1904年にバルセロナに戻った。作曲家としてはほとんど独学であり、歌劇ピレネーの人々イーレス・ピリニアスのほか、いくつかのサルスエラや還元楽曲、 室内学、宗教局、声楽局を残した。ありがとうございます。